はい、こんにちは、タクロと申します。今日は整数です。こんな式がちょうど整数の3乗になるような自然数 M を求める問題です。気づけばね、サクッと解けるんで、ぜひ解いてみてください。はい、いきます。とりあえず文字置いときましょうか、この整数ね。とりあえずね、式の形にした方が発想しやすいんで。はい。で、整数問題ですからね、因数分解して約数の形、不等式で範囲を絞り込む、それか余りで分類するっていう形でやるんですけど、因数分解できそうでできないんですよ。右辺が整数になって左辺が完全に因数分解された形っていう風にはうまくいかないんですよ。3乗引く3乗があるからなんとかならんかなって。やるんですけど、うまくいかないんですね。で、結構悩むんですけど、3乗引く3乗で、うまいこと因数分解できないかなーみたいなね、ことを考えてるときに、絶対これ思うはずなんですよね。この形を見て。m プラス1の3乗だったらいいのにって、ね、簡単に因数分解できるから。だったらいいのになって。思うんですよ。ね、そしたら、因数分解するまでもなくね。3乗イコール3乗。で、次数だからね、m プラス1イコール n というふうに求まるんで、これとこれ、比較すれば、ね、m の値が求まりそうだな。もしかしたらこうじゃないのかなと思って考えていくと、実はこうだよっていう示す方法が、あります。どういうふうにすればいいかっていうと、こんな不等式を示せば、整数ってのは飛び飛びだから、ね、整数ってのはもう1ごとにしか存在しないので、ね、3乗したらもっと飛び飛びになるんですよ。1、8、27、64、125、216ってもう、3乗までしたらめちゃくちゃ飛び幅がでっかいんで、挟み込めそうなんですよ。この不等式で。左なんかも証明する必要ないじゃないですか。ここ M 自然数だからここ正なんで、これは示せてるんで、これ示しに行きませんか。やってみます。まあ、不等式の証明なんで引き算したらいいでしょう。6か。で、これ引き算すると、引き算すると正の数になるんで、中辺右辺が示せました。まあ、ここは明らかだから証明しないですけど。はい。ということで、ね、まあ、x の3乗考えたらいいかな。x の3乗ってのは、3乗増加な関数ですから、元の数もこういう順に並びますね。3乗する前の数もこういう順に並びますね。ということで、この間に挟まれる整数は M プラス1しかございませんと言います。ちょっとくどい言い方ですけど、まあ、これ必要条件だよっていうことを強調してます。こういうふうな N が実際に存在するか分かれへんけど、存在するとしたらこういう形しかないよ。だから不等式で必要条件述べてるんで、ここも必要条件でございますよということです。あとはね、整数問題のいつもの流れです。絞り込んだら実際に存在するか確かめれば OK。参照して比較すればいいですね。はい。ね。こっちは参照して代入。こっちは参照してるだけ。ですんで、M が求まりますね。はい。ということで、M が5だけっていう風に求めることができました。はい。まとめ。答案めっちゃ短いんですけど、これ発想しづらいなっていう気がします。不等式で絞り込んでもう特定しちゃうっていうパターンはなかなかない。そして、この M と N2 つの文字があるのも厄介ですよね。ただね、普段、
整数がこういうふうな条件を満たしてたら、ABC が一番小さいときは2、3、4しかないから、こういうふうなの、まあ、自然に使ってると思いますけど、これは整数が飛び飛びの数だからですね。1ごとにしか存在しないからです。これがね、2乗や3乗になると、もっと飛び飛び。1、4、9、16とかね。1、8、27、64とかね。もっと飛び飛びになるので、かなり強力な絞り込み条件になります。稀にこういう絞り込みの問題が出るんですね。兄弟でも1、2回見たことがある気がします。一度簡単なところから体験しておくといいのかなということでご紹介しました。ね。ちょっと数字いじったら類題作れるんで、ちょっとね、自分で類題作ってみるってのが一番勉強になるんじゃないかなと思います。解くのもいいんですけど、たまにはちょっと作ってみるっていうのも勉強になるんじゃないかなというふうに思います。ね。いい設定が見つかったらコメント欄で教えていただけたらと思います。ね。はい。今日の授業は以上です。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。